はい、単独登山ライダーノムです。今日は、山芍薬を見に、徳佐ヶ峰に登りたいと思います。ルートはこんな感じ。今日もエリミさんは美しい。ここの登山口は、駐車料金が300円払って、登るみたいですね。私もバイクですが、車の駐車スペースに駐車させてもらったので、料金は払いましたよ。それでは行ってみましょう。徳佐ヶ峰の登山案内図。現在が人格八番具って読むかな。ここから50分歩いて、山芍薬まで40分みたいですね。それから山頂まで向かいましょう。これは立派な柳桜ですね。もう季節はあったみたいですけど、桜が咲いたらすごい綺麗なんじゃないかな。3年越しの徳佐ヶ峰ですね。3年前に山野草に興味を持ち始めて教えてもらった山ですね。山口県と島根県の県境近くで行くと、津和野が、あるあたりで、だいぶ上の方になりますね。山芍薬は、準絶滅危惧種の、花で、これだけ群生してるのは結構珍しいらしい。それで花が、4日ぐらいしか持たない花なので、タイミングを見てこないとなかなか見れない花みたいです。今日がちょうどつぼみで今から咲く感じみたいなので、ちょうどいいんじゃないかな。シャガが咲いてますね。これも品のあるすごく綺麗な花ですね。ここを開けて入るみたい。山芍薬徳佐ヶ峰登山ルート登り限定、中級者ルートみたいですね。この登山道は沢登りを含む中級者向けのルートとなっております。だって谷道を歩くんでしょうね。前の人が開けてもらってるので、閉めてから上がりましょう。黄色いガードレールが山口県ですね。昨日雨だったせいもあって、なんかしんとした雰囲気ですね。明日からもまた雨みたいで、今日だけちょうど曇り予報で来れたんですが、ちょっと小雨がぱらついてるんですが、大丈夫かな。登山開始から35分。いつの間にか林道は終わって山道に入りましたね。登山開始から36分。これを下って沢歩きに入るみたいですね。沢歩きといっても、ザバザバ歩く
沢じゃなくて、こんな感じだな。谷道ですね。ちょいちょいロープパがあってよじ登る感じですね。ルートを見極めながら上がっていく感じかな。登山開始から46本、山シャクヤクの自生地に着いたみたいですよ。ちょうど咲きかけの一番いい時に来たみたいですよ。チューリップじゃないけど山シャクヤクはおそらく今から咲き始める感じか、ちょっと開いた感じが一番美しい感じじゃないかと思うんですけどね。今日がベストですね。このぐらい閉じてまだめしべおしべが見えないぐらい、もう少し開くといいんですけどね。うわ、上に行くほどどんどん増えて群生してますね。あ、こりゃええぞ、こんなにたくさん。あ、このぐらいがいいんじゃない。ちょっと顔出してる感じ。思いのほかたくさん群生してますね、こりゃ。山シャクヤクは一つの茎から一つの花だけ咲くみたいよ。ほら、一つの茎でしょ。こっち側にはだからつぼみがつかないってことですね。すごい綺麗。山シャクヤクの花は4日と持たないらしいので、今から咲こうとしてるつぼみは来週には咲き終わる感じじゃないかな。徳佐ヶ峰は、山シャクヤクの名所でもあり、いい時期には渋滞ができるほど人が多いんらしいんですけどね。しかも平日でも下の駐車場は満車らしいんですが、見てください、貸し切りですよ。で、辺り一面山シャクヤク。いやー、贅沢ですね。何のストレスもなく。全部山シャクヤクですよ。ほんと想像以上の群生ですね。ほら、山一面が全部山シャクヤク。これは贅沢だ。この数を見てください。逆にこの霧の中の山シャクヤクもより一層美しさを増しているのではないでしょうか。
だいぶほら今日勾配も増してきましたが、ずーっとですよ。すごいね。さすがに一人だけいい思いをさせてくれないみたいで、雨になりましたね。今日何回確認しても曇りから雨予報に変わりそうになかったんだけどな。まあ山なので変わりやすい天気ではありますよね。いつもは傘を常備してないんですけど、今日に限ってカバンを探ったら傘があったので助かった。結構上まで山シャクヤクがあるんですけど、山シャクヤクが切れて急勾配を少し登ってくると尾根道に到着です。登山開始から1時間16分ここからは歩きやすそう。しかし雨になったな。山頂で山ご飯して帰ると思ったんですが、これはこのまま下山になりそう。登山開始から1時間23分わー開けたのにな。真っ白だわ。徳佐ヶ峰は単独峰なので、あちらこちらの展望がいいんだけどな。登山開始から1時間35分着いたんじゃないの。ほら、登山開始から1時間36分徳佐ヶ峰ね、988.6m 到着。景色は真っ白ですが、思ったより山頂は広い感じですね。これなんか見たことあるな。惜しいなあ。わあ、やっぱりパラパラしたりしてますね。パラパラしたりしてますね。これは下山しよう。あっちの山頂からこちら側が、こっちが下山道になるのかな。突き当たりかと思ったら道がついてるわ。山シャクヤクは一方通行で、同じ道をピストンで下山できないみたい。じゃあ下山しましょう。下山道は道ははっきりしてるんですけどね、今日みたいに濡れた日は土質が結構粘土質な感じでズルズルなので、ちょっと神経使いますね。あれ、直通ルートを下ってきたみたいですね。もうささやぶなんかやぶじゃないですね、今までの経験からしたら。あ、でもこっち側にいい道があったんだわ。ズルズルの道を歩かんでよかったんだ。それでは下山しましょう。今この直通ルートを下山してきたみたい。本当は熊野神社からのいい道があったんですね。徳佐ヶ峰を見上げた感じ。あ、新しい祠がありますね。最近のものでしょうか。ちゃんと鳥居までついてるぞ。徳佐ヶ峰を往復するだけでしたら近くに駐車場があるみたいですね。ここになるんかな。神門っていうとこかな。山シャクヤクからの下山はこちら駐車場の方ですね。下山は直通ルートを選ばず、もう一つの道を選べばずっと小走りで走れるぐらいいい道がついてますね。これは結構早く下山できるんじゃないの。
だいぶ下山しましたけど、木造のダムがありますよ。これ珍しいんじゃねえの。登山開始から2時間半、1時17分、ゲートまで下山。はい、登山開始から2時間36分、下山しました。まだ1時24分。山ご飯もしないのと、下山はちょっと小走りで降りたので、だいぶ早く下ったんじゃないかな。下山したら雨が止んでくれたらよかったんですけど、まあ、来る道中もですけど、ちょうど濡れないぐらいの霧雨がずっと降ってたんですが、やっぱりずっとそんな感じの一日ですね、今日は。はい、そんな感じでした。あ、山芍薬はベストタイミングで、時期的にはベストでしたね。それでは皆さんも登山を楽しんで。バイナラ。